来ました。みずみんとドライブしたりご飯一緒に食べてギルドバトルしてた。ちょっと飲みます。あ、としさん、ブラボー、ブラボーありがとう。今日はちょっとパーカー着ました。風呂上がりでめっちゃ暑いんです。2月12日お話し会当選しました。ありがとう。待ってる。ちょっとテロップつけるか。お話し会受付中です。おお、ブレるブレる。あー、AKB キャラに AKB48 キャラアニで検索としさん、かわいい、ありがとう。かっちゅんさん、お餅ありがとう。つ暑いです、お風呂上がりもがちゃん、これた仕事をしながら見る。あ、ありがとう。仕事お疲れ様。ちょっとね、なんか気に入らない、お風呂上がりの顔が気に入らないよ。今日のほたちゃん、水分多めっぽい。水分多めとは、保湿めっちゃした。髪の毛かかろうかな。お湯に浸かってゆっくりしてました。おっちーさん、ハートありがとう。よいしょ。ほぼすっぴんっていうか、あの、すっぴんじゃないでしょうか。化粧はしてない。もうね、ショールームしてすぐ今日は寝ちゃおうって思って、お化粧するの諦めた。ひーちゃん、花束ありがとう。透明感になってみんな優しいみんな優しい。あ、リップ塗ったかも。なんかこれだけ塗りました。なんかさすがに塗った方がいいかなと。眉毛とかも変えたらよかった。なんかそうしたらもっとしたらよかったけど、ドライグをね、ちょっと待ってるんで、今日までかな、あのギルドに入る加入券みたいなが今日までです。皆さん、マイスターお餅10個もありがとう。あのね、ドラエグの上位9人の方が私と一緒に1月20日からのギルドバトルに参加できます。ぜひ待ってます。あの、かな強になりましたよ。結構強くなりました。今日なんか結構ね、いじくってて、あの17期生の中で一番強いかもしれないところまで来ました。先輩にはまだまだ勝てないんですけど、結構強くなった気がします。皆さんもあの、よかったら、もし一緒に頑張りたいって方がいたら、9位までに入っていただいて、あの K くらいまで上げていただけると助かります。あの、何、総合力かな、総合力をあの K くらいまで上げていただけるとめっちゃ助かります。ホテちゃん、ファンマーあるの？ファンマーは特にないです
でもクマとかつけてくださる方います。なんかクマの絵文字好きなんです。このお話し会受付中ですの隣についてるクマのやつ。ギルノの名前考えてますか。ギルノの名前、あ、いるんですか。そんなんあるの。まだ考えてないです。あ、トシさん、クマ、クマありがとう。トシさん、クマありがとう。じゃあ、ワンダフルラブありがとう。線形くらいないとお話にならない。そうなんですか。私も超えました、線形は。これだけ言っとくと、線形、あのね、昨日までは超えてなかったんだけど、今日なんかいじくってたら超えてました。知らなかった。さっき見たら超えてた。かなりやりました、いろんなの。だからみんなとを引っ張っていけるくらい強くなれたんじゃないかな。はてちゃん、お話し会また会いに行きます。あ、ありがとう、待ってる。何でも話しましょう。あのね、大竹ひとみさんがすごすごく強くてびっくり します。単位でかすぎるの受けるね。単位でかすぎてもびっくりです。なんか K の次は何だろうね。K の次のあれは何かわからない。数字が億 K 一重曲線万億 K しかわかんない。2月の話し会、今日さらに追加した。あ、ありがとう、待ってる。もうね、みんなと話せる機会がここしかないから、ぜひ気になってる方いたらお話待ってます。お話し会 K ってなんだろう。こっちの K じゃなくて、あの漢字の K ですね。てなわけで、私はチアレター支援に専念。ああ、助かります、ありがとうございます。まだチアレターも送れるのかな。もし余ってたりしたら待ってます。チアレター、本当にチアレター助かります。ガイ1101000億万系ガイ、わ、そんな数字聞いたことない。セルヒオリコさん、かわいい、ありがとう。リンゴちゃん、こんばんは。ポテさんって、お話し会の時この人にこれ言いたいとか事前に考えてるの。あ、うん、なんか考えてるんだけど、あの言えなかった時とかもある。言える、なんか言いたいことは言うようにしてる。ガイだってこんな感じ見たことないよ。あ、一十百千億万億万超警戒、難しい。マイクガチャある限りチアレターゲットできる。あ、そうなんだ、よかったら皆さんの何ガチャガチャして送ってくれたらめちゃめちゃ嬉しいです。助かります。ここの鍵気になるね。ここに移動しよう。ここに移動しよう。やっぱこれを動かした方がいいのかな。はい。鏡が倒れちゃう。よいしょ。これでいいや。1月28日もただ、たまれんや中公園で。あ、そうなんですか。出ました？28日待ってます。怪しい鍵ではなくてこれは鏡でした。2月19日のお話が USJ から参加することになりそうで、音声だとか大丈夫か震えてる。え、待って。めっちゃ楽しそう。めっちゃ楽しみにしてます。いいな、ユニバ、ユニバ行きたい。今お話し会買いました。あ、ありがとうございます。としさん、待ってるね、ありがとう。ネットローさん、にじるの星ありがとう。
すっぴんです。あ、リップだけ塗りましたリップだけ塗りましたが、すっぴんです。恥ずかしい。おいしい。これなんか最近買ったジュース。ユニバー何が好きなの？ユニバー、ハリーポッターのとこと、あのスペースファンタジー、スペファンってやつが好きかな。あと普通のバック、ハリドリ、ハリドリが好き。2023年の劇場始めしたいだって。そう、ただいま連中公演がもうねあのその23と28でしょ。だから全然1月は劇場公演がないの。皆さん会いに来てください、28日も。埼玉さん尊いありがとう。さすがユニバが関西風。ユニバが関西人の言い方。みんなは何？ユニバ？ユニバースじゃん。ユニバだよ、ユニバは。USJ もあんま言わないし、ユニバはユニバ。今度の話し会でチェーンソーマンになるわだって。めっちゃ楽しみ。チェーンソーマン、あのね、あの時めっちゃね、あ、ケンタさんレター、わー20枚もレター、あ、30枚目、手紙ありがとう。レターケンタさんありがとう、レターありがとう。あの私ハロウィン公演にお邪魔したんですけど、2022年のハロウィン公演の時にあの見学見に行かせていただいたんですけど、ハロウィン公演ってなんか最後に写真撮影みたいなのがあって、その時にあのチェーンソーマンのコスプレしてる方がいました。なんか自作のね段ボールのやつで、頭にノコギリここつけてて、参加してらっしゃる方がいて、あのチーム A さんの公演の時だったんですけどこっそり覗いて見てました。わあ、あの人チェーンソーマンつけてるって思って、僕も見に行きたかったです。その人、その人もうちょっと近くにフ公演終了後にかぶってた種。あ、そうなんだ。私はあのそんな客席にずっと入れなかったので、ちょくちょく見てたんですけど、めっちゃ楽しかったです。ハロウィン公演、岡部凛さんの初日だったのでお邪魔したんですけど、見たくて。公演中かぶってたらやべ、確かに見えないし、後ろの人にも邪魔だし。みんな、でも皆さんあの何してたかな、ドラゴンボールとか、あの、あ、そうだそうだ、女の子が、女の子の方が久しぶりのリップグロスの衣装を着てて、すごかったです。めっちゃ可愛かった。その女の子が衣装とか真似して着てくれるのめっちゃ可愛いですよね。としのりさんハートありがとう。ちょっと唇保湿します。
としのりさん、ハートありがとう。こみさん、タコありがとう。私もね、いつかハロウィン公演出てみたい。あの仮装動物のやつ可愛かったです。来てみたい。何に仮装したいかな。なんだろう、なんか私でも去年の見てたらライオン、ライオンしたいです。めっちゃ可愛いなと思って見てた。アバターガチャポテさん出ない。アバターガチャ、ドライブかな。私も全然出なくて、自分のやつなんか左隣に置けるやつしか出なくて、で右隣はソララにしてます。ナース似合う。ナースしたことないですね。ハロウィン公園行ったことあるけど仮装滑ってたよって言われてトラウマだって。何の仮装したの。何の仮装したらそんなさ、仮装滑ってるよなんて言われるの。昔ハロウィン公園でジロッキさんメンバーがチケット窓口でお出迎えしてた時があった。すごい羨まですね、ファンの方。28日ただいまレンチ公演発表されたね。そうですそうです、28日メンバーも発表された。皆さんもし何あれ何だったっけ、土曜日日曜日かな、土日だった気がする。28日って待ってます。皆さんぜひ劇場はじめをしに来てください。まずは出場公演を聞きたい。出場公演のその当選はいつ出るんですか。出場公演の皆さん登録また聞かせてください。28日土曜日、土曜日だって。土曜日は仕事の方もいらっしゃるかもしれないんですけど、待ってます皆さん。あさって、じゃああさっても配信しよう。あさって配信するからみんな聞かせてください。聞かせてね、登録。あのね、ちなみに今エマの申し込みが今日までです。エマね、めっちゃ頑張って書いたんですよ。あ、ここはおいしんさんハートありがとう。エマね、頑張って書いて、うさぎの絵と顔書いて、モバメでは送ったんですけど、めっちゃ頑張って書いた。1時間くらいかけて書いて、でも一人にしか当たんなくて悲しいんですけど。あと巫女さんのお写真付きです。全部ついて1名様だです。ちなみにあの三つ編みの巫女さんです。ゲットしてください。でも一人しか当たんないからね、もう頑張ってみんな人気渡ったらいいんだけど、エマは一個一個手書きしないといけないけど、応募忘れずにください。あとファンミを買ってくれた方、ネットで買ってくれた方はステッカーがプレゼントでもらえるので、その申し込みも今日までなので忘れずにしてください。超貴重品ですな。読めた。読めたよ、貴重品。美味しい。
応募しなきゃ当たんないもんね。そう、応募しなきゃ始まんない、始まんないよ両方申し込み済みだって。ありがとう、室長増えて、室長ね、室長さん増えてほしい。だって7月までに2000人いかなきゃ番組が終わってしまうんです。だからどう増やしたらいいかも私も分かんなくなってきた2月19日お話し会申し込みやした。あー、ありがとう、いにちゃんありがとう、待ってます。2月19日初めてホテちゃんに応募しました。ありがとう、ひでりんごさんありがとう。あと500人くらいでね。そうなんです、あとね、まあ、600人ですかね。次の目標が1500人でグッズ制作で、その次2000人かな。そう、あの明日が私いいな研究所で出ます。17日、いいなの日です。皆さんぜひ見てください。企画はちょっとまだ分かんなくて、あいちゃんがねちょっとコロナウイルスにかかっちゃったから、あいちゃんの代わりはまだ分かんないんだけど、一応出るメンバーは私とソララとマユが決まってます。室長とは、室長はあのね17期生がみんなでやってるいいな研究所という番組をやってて、それが月有料880円かなので入れるんですけど、その会員の人のことを室長って言います。LJK4 人組が揃うの楽しみだったね。ああそうですね、ちょっとまた残念なんですけど、またリベンジできたら4人でしたいですね。そういえば人狼面白かった。あ、そう、さっき見たら人狼の何途中までのやつが見れたので、よかったらみんな見てください。私ちょっと恥ずかしい、あれ見られるの。てちゃん2倍活躍してね。あ、でも3人で配信するわけじゃなくて4人ですよ、いいな研究所配信。180円高いね。だってまあ高いと思う方も安いと思う方も、まあ人の感覚それぞれなので、金銭感覚は。でも加入したら17期生のファンミの応募ができたり、期間限定で申し込んだらその推しのこのサインがもらえたり、配信月は月2、3回くらいでしてて、楽しめるコンテンツがたくさんあるので、もし気になったら無料パートもあるので見てみてください。プライスレスですね。だってプライスレスってどういう意味プライスレス分かんない。 あとねそのね、いいな研究所に入ってくれてる方限定の講演もあります。生配信とか本見とかプレゼントとかいっぱいあるんで、あります全員プレゼント企画だけで元が取れるから超得。あ、そうなんです、そうなんです。でもう終わっちゃったんだけど、お正月前には年賀状プレゼントっていうの
やってて、私がちゃんとね、あの一枚一枚手書きして書きました。サインとコメントとちょっとしたうさぎの絵と書きました。ニコニコにコメントするの、あの頃の気持ちを思い出して懐かしい気持ちになる。私もね、ニコニコは昔めっちゃ見てました。あのそれこそボカロ、私ボカロが好きなんですけど、実はとかはニコニコで見たりしてました。おかげさまで11月の室長公演楽しませていただきました。あ、ありがとうございます。なんか楽しんでいただいてすごく嬉しいです。プライスレス、値段がつけられない。あ、なるほどなるほどなるほど、ありがとうございます。またね、 1レベルくらい賢くなりました、皆さんのおかげでホテちゃん話し会行くと即落ちちゃうって聞いてきました、聞いてきました。そうですよ皆さん、あのお話し会来ないと損ですよ何でも何でも言ってくれたら何でもするんで。ゆっちゃんハートありがとう。あのね、ちゃんと可愛い服とかお話し会用に揃えたりしてるんで、よかったら待ってます。2月12日はバレンタイン前なので、結構可愛めの服を着ようと思ってます。実はここだけのお話、実はめっちゃ可愛い服着ようと思ってます。ボカロ何曲、ボカロ曲何が好きですか。ボカロは初めにニコニコで聞いたのたのが妄想勢ですね。みっちゃんハートありがとう。まあバレンタイン、そんな時期は、そうですそうです、バレンタインはもう2月14日なので2日前だね。みんなバレンタインとか作る？私はもうね、中学生までかな作ってたの、中1、2くらいまでは作ってたんですけども、それから作らなくなった。最終日、最終日が制服で、そうそうそう、制服最終日にします。キンゴジさんかわいい、ありがとう。マッチンさんお餅ありがとう。大人になったら勝ち、あ、そうなの。なんかもう高校生とかになったら、あのデパートとかで自分食べるように買うくらいしかしなくなっちゃったバレンタインマカロン作るよって、かわいいかわいい。マカロン見せて、見せてね。またマカロンってすごいさ、作るの難しいって聞いたことあるから、私はマカロンはもう買って食べる専門です。あとね、最近はよくカヌレ作ってる人見るけど、カヌレもめっちゃ難しいんだって。流星さんハートありがとう。普段からチョコ食べますか？あ、チョコね、昨日久しぶりにカカオ 72% のチョコを買ってみました。チロルチョコでもいいから欲しい。え、チロルチョコぐらいなら皆さん、あの全然私10個くらい配りますよ。でチロルチョコってお安いでしょお話し会追加応募したよ。あ、ありがとう。みのるさんありがとう。私あのよくバレンタインの時期は何、デパートに行って生チョコとかマカロンとかたくさん買ってました。去年とかは結構買ってチョコチョコ食べて、あ、チョコだけにじゃないよチョコだけにじゃなくて普通にチョコチョコ買って食べて
ダジャレじゃなくて、あの好きなのは自分で食べて、それ以外はパパとかにあげてた。あまりをあまりパパにあげてた。これあのパパはチョコだよって。ママにもあげたよ。狙ってない。パパにあげた。おいし、なんか自分的に美味しかったのは自分で食べるけどね。使い回すなだって。そんなことないよ、全然そんなことないんだけど。これ美味しいからあげるよってあげる。私あのね、マカロンあそこのが好きなんだよね。出てこない。でもラデュレのマカロンは結構食べてました。マカロンはどこのマカロンもフランボワーズが好きです。知ってる？フランボワーズってちょっとね甘酸っぱいやつです。いちごではないんだけど、いちごよりちょっと酸っぱめで、でもねマカロンって甘いから、それぐらい甘酸っぱいベリー系だとすごく食べやすくて好き。フランボワーズぐらい知ってる。知ってる？なんか私は結構パフェとかあんま食べないけど、パフェもそういうやつもあのベリー系選びがちです。ベリー系、ブルーベリーとかいちご味とか選びがち。その方があの私甘いの苦手なので食べやすいんです。マカロン食べたことないので知らないです。え、マカロン一回食べてみて。一回マカロン食べてほしい。あのね変わるよ、人生変わる。マカロンで人生変わるよ、変わるよ。めちゃめちゃ美味しいの。なんかね幸せになれるよ。どこのマカロンがいい？あのね出てこないマカロン屋さん、ちょっと調べよ、有名なマカロン屋さんって。皆さんはマカロン有名で出てくるかな。でも東京に来てからね全然マカロンとか食べたことないの。あ、ピエールエルメだ。ピエールエルメのマカロンめっちゃ好きです。コンビニのマカロン、コンビニのマカロンもあれはあれで美味しいんですけど、あの結構パティシエさんが作ったの食べてみてほしい。本当に美味しい。マカロン大きいのもあるな。あ、韓国のやつですよね。こんなでっかい。トゥンカロンだ。トゥンカロンってやつも美味しいよね。甘くて。ピエールエルメのマカロンめっちゃ美味しいんですよ、皆さん。私もあれで頬が落ちかけました。マカロンは歯につく。そんなことないよ。あのね、溶けちゃうの。美味しくて。パサパサしてないコンビニの、私ねコンビニのマカロン食べたことないんです。結構買い比べして食べるのが好きですね。バレンタイン期間はセブンとピエールエルメのコラボ毎回楽しみにしてる。あ、この前ねクリスマスの時に見ましたけど買わなかった。シェアハウス組でちっちゃいねケーキ買って、ちっちゃい15号くらいかな、15号ってちっちゃいやつ、13号、一番ちっちゃいやつの買って食べました。あのみんなでね切るんじゃなくてフォークでみんなでかじっていきました。
いちごが3個乗ってたので1人1個ずつで食べた。お寿司とピザとフルーツでパーティーした。ちなみにその次の日が、その次の日っていうかもうあれは日付過ぎながら、日付が結構過ぎてて、まあ夜中の2時くらいまで起きてて、その次の日がね、テレ東さんのロケだったので、すごい朝がきつかったです。睡眠時間ちょびっとだけみたいな感じで行って、 ANA さんとのコラボのロケに行きました。めっちゃ寒かったけど、あの ANA さんの衣装っていうか制服ですね、制服着ることができてめっちゃ嬉しかった。実はエリコと一緒に TikTok 撮っていただいたので、また出るの楽しみにしていてください。リップ塗ろうかな、キッシュコあった方が可愛いよね。あの日寝不足だったのか、あ、かなり私とエリコはそうですね、全然あんまり寝てないですね。てさん制服がち似合ってる、ありがとう。制服私一回ね、キッザニアで ANA さんは体験したことあったくらいで、本当に初体験でした。リボンね、ここにねリボン巻いてもらうんだけど、なんか花とかリボンの形とか、なんか人に一人違う形なんですよ。あのここのスカーフだ、スカーフ結んでもらうの、なんかいろんな形があるみたいで、私はここにねリボンでした。可愛かった、めちゃくちゃ、ね、TikTok いつになるか分かんないけど楽しみにしててください。なんかね、何の音源だったか忘れたけど、あ、でもチェンソーマンの音源で1個取りました。おっきいリボンだったね、おっきいリボンでした。可愛く結んでいただきました。キッザニアの ANA は何役だったの？ ANA さん、キャビンアテンダント、かな。キッザニアもう行けないんだよね。ゆうちゃん、にじるまし、ありがとう。キッザニアね、めちゃめちゃ大好きだったの。中学生までかな、結構行ったことあるんですけど、キッザニア。みんな知ってますか？なんかね、職業体験ができるとこなんだけど、いろんなメーカーさんのとこがあって、あの、パン作りとかできたり、配中工場で工場見学できたり、ピザ屋さんでピザ作れたり、あとね、あの薬学的な感じで、あのハンドクリーム作ったりいっぱいできるの。あとお寿司とか作る、ちらし寿司とか作ったり、西宮の海の、そう、ララポートにある甲子園の近くですね。知ってる？甲子園、甲子園のやつある。あと私はアナウンサー体験とかラジオ局とか行ったことある。ラジオのさ CD、 あの自分でやったのもらったんだけど、まだ残ってるかな。でも今は恥ずかしくて聞けない、ちっちゃい頃にやったやつ。でもこの間大人のキッザニアっていうのがあるって知って、でも期間限定だったらしいです。めっちゃ行きたかった、もっと早くに知ってたら行ったのにって思って。めっちゃ行きたい、大人のキツニア。もうないかな、キツニアはアイドルなかったっけ。アイドルは私ちょっとやったことないですね。あと石鹸工場とかも行きました。
ゆっちゃんハートありがとう。東京のキッザニアに行ってたよ。東京のキッザニアは行ったことない。行ったことないです。あと何したかな。あ、ガソリンスタジオとかやったかな。あと銀行員とかもあります。あー待って、懐かしい。行きたい。幕張メッセは行ったことある。幕張メッセ行ったことあるかな。行ったことある、あるあると思う。ちょっとわかんない。めいっ子連れてってキッザニア行って、ハイチュー作ってた。いいな。私もちょっといとこがちっちゃいんで、いとこのついでに行こっかな。あの昔は私いとこがちっちゃくて、その時にアンパンマンミュージアムに行きたすぎて、いとこが行くついでに私もついてったりしてました。結構ね、神戸のアンパンマンミュージアムは最近できたので行ってみたくって、でも結構ベイビーちゃんたちが楽しめるような感じで、私は結構楽しみ方が分かんなかった。幕張メッセは HKT さんのライブだったかな、見に行った気がする。 HKT さんのライブはあれ幕張メッセだった気がするんだけど、アンパンマン、あアンパンマン、ビビーちゃんたちが楽しめそうな感じで。HKT さんは幕張、あ、そうだ、じゃあ行ったことあります。幕張メッセライブ見に行きました。 HKT さんのご招待していただいて楽しかった。しかも私推しの昇格発表も聞くことができたので、見ることができたので、そんなことあるっていうくらい。待って待って待って、今日さ MV 公開なんだよね。やばいやばい楽しみすぎる。9時だっけ、今日の9時公開だっけ MV。 あれ今日じゃなかったらどうしよう、全然違う、もしかしたら。あれ、わあ楽しみすぎる。ちょっと待って待って、ちょっと待って勘弁ちょっと待って勘弁。9時からだって。ちょっと楽しみにして待機しておきます。今日21時から MV 公開、ジャケシャも MV も21時。ひぃ、ちょっと楽しみすぎて、あの舞い上がりそう、頭が。あと45分ですな。配信はもうあと15分で終わっちゃうけど、待機だね、みんなで待機だね。私はもがみ、もがみさんが好きなので、もがみさんが初選抜って聞いた時は、あのウルトラスフェスの時でゆきたんかな、誰、あいちゃんかな、エリコかな、だから誰かに教えてもらって、えマジですかって見たら、めちゃめちゃのね美女がよろおしくて可愛かった。すぐねメールしておめでとうって、可愛かったですって。サンニューライブで HKT さんとは会えてないです。あの部が違うかったので、私たちは一部だったので会えませんでした。でも最上さんもいないかったので、サンニューフェスはもう終わってすぐ帰っちゃいました。 STU さんのSKE さん、
美女良すぎるよね。ななこちゃんも衣装めっちゃ可愛いですね。衣装めちゃめちゃ可愛くてびっくりしました。矢吹奈子さんが卒業されるのでちょっと悲しいんですけど、そうだ矢吹奈子さんの卒業発表も私見てたんですよ。卒業しちゃうのって思って、なんかもう時止まりましたね。時止まるってああいうことなんだと思ってめっちゃ見てました。あのペンライトも振って3人でその時はみずみんとそららと行ったんだけど、のったさんだるまありがとう、楽しみ。髪の毛袋、わしゅんこさんハートありがとう、のんたさんだるまありがとう、大工小僧さん虹のなし3つもありがとう。明日の一見の髪型はどうしようかな。ね、ゴム消えた、ゴム消えちゃった、ごめんなさい。なんかこれでいいや。こんばんは。ちなみに明日もちょっと朝早く起きないといけないので寝ようと思ってたんだけど、21時までは起きとくことが確定しました。関西だったら NNB さんとか行かなかったの？行かなかったです。 NNB さんには推しはいませんね。しゅんごさんハートありがとうございます。でも皆さんかわいい、あのね、アットジャムの時に見かけた時はすごく皆さん可愛くて、好きだ虫も見れてめっちゃ楽しかったです。好きだ虫結構聞きます。こうだったっけ。ここおいしいさんだるまありがとう。21時半から YouTube ライブあるから寝れないよって。 YouTube ライブってあのアーカイブとかないんですか？ちょっと早起きが朝が苦手なので早く寝てしまわないと困っちゃう明日の朝が。でも今日は久しぶりにゆっくり寝れて、あ、でもギルドバトルもあるのか。じゃあ起きといた方がいいかな。あれギルドバトルって参加するとなんかアイテムがもらえるだけとかですか？なんか強くなれるんですかね、ギルドバトル自分自身が参加すると。わかんない、全然ね参加できてなくって、 TikTok で見たよ、可愛すぎて気になってます。あ、ありがとう。あ、そういえばあの今日 TikTok ちょっと更新しようと思ってて、昨日ねあの撮ったんだけど、だから見てください。このあとじゃあすぐ更新します。でも10時に寝たら大丈夫か。もしさ5時に起きるとしたら11、12、1、2、3、4、5、7時間も寝れるから、じゃあ今日はね21時半から10時でドボンタイムしようと思う。久しぶりに。どう、みんな参加してくれる？21時半から10時、結構ね久しぶりにドボンタイムすると思う。
からみんなしましょう一緒に。結構みんなドライブに気を取られててドボンしてないんじゃないっていうのは嘘で、みんながしてくれてるのを知ってますちゃんと見てます、ありがとう。ドボンもしてくれて、全然あのね今月いっぱい引いたんだけど自分のカード1枚も引けず、のんちゃんのドボンタイムが合っちゃった。じゃあこのあと9時半から私としましょう、私としましょうね。ドボンタイム一押しガチャまだ待たないの？あ、私は絶対3万コインは残すようにしてます。だから3万コインだから3万4000貯まったら1回引いてみたいな感じでガチャ引きます。なんか結構ねコインとかもギリギリまで使ってしまいたくないタイプなんですよね、ゲームとかで、ね、わかりますかあのちょっと全部使わないです。私は絶対月末の一押しガチャで自分のカードコンプリートをいつもしてるので、あの始まってから17期が、あの17期のカードが始まってからは私絶対自分のカードだけはあの取り残さないようにしてますコインは課金をしたら無料で増える。確かに課金をしたらなんかコインって増えますよね、なんか魔法を見たなんかの時に取ってきたよね。そうそうそう、なんかさスタンプとかで使い切っちゃったら買えないでしょ、そういうのなんか唐突に買いたくなるじゃないですか。サイリウムとかも、サイリウムとかはあの振ってくらす、結構対戦した時に振ってくださる方がいたら私も真似して自分のペンライトのカラーのピンクと赤を繰り返します。プレゼントイベントの時は月末諦めて全部使ってた。プレゼントイベントってもうなくなっちゃったの企画。あ、ゆうちゃん、ゆうちゃん出た、10個もありがとう、ありがとう、ありがとう。課金もしかしたら私もできるかもしれないんですけど、課金もうね課金はしないって決めてる。違うゲームに課金してたからそのゲーム全然しなくなっちゃったんだけど、かなり課金してから消せないんだよね。まあ消せないしデータも結構すごいから消さないんだけど。2月19日とりあえず当選したからこの後も少し増やしてくれ。本当？信太さんありがとう、待ってるね。みんな2月たくさん話しましょう。次のねもうこれで終わっちゃうからお話し会がみんなと話したいのでぜひぜひ待ってます。プレゼント、あ、アクキーがもらえるのね。無理ない課金は無課金説、そうだよ、無理ない課金を無課金って言うからということで、あのランキング読んでいきたいと思います。ちょっと早いけど、みんなゲームに課金とかするタイプですか？私ね考えたことなかったの、ゲームに課金とかありえないって思ってたタイプなんですけど、一回ね手を出しちゃったらあの抜け出せないので、皆さんあの本当に考えて課金してください。課金するときははい、いきます。13位すなさんありがとうございます。12位大地さんありがとうございます。10位おちさんありがとうございます。10位ケネスさんありがとうございます。9位しゅんごさんありがとうございます。8位マーチンさんありがとうございます。7位ココアおいしいさんありがとうございます。6位岩井さんありがとうございます。5位ジップさんありがとうございます。4位マッシュルームッチさん
ありがとうございます。3位よしみつさん、ありがとうございます。2位としさん、ありがとうございます。そして1位はけんたさん、けんたさんありがとうございます。ありがとう。よいしょ、あーぶれちゃうぶれちゃう。この後はおメールを送って21時半からドボンしましょうね。普段はしないけど、推しが頑張ってる時は課金する。ああ、なんかそういう一緒に参加イベントゲームの時とかですかね。ドライグ皆さん、今日までがあの加入期間なので、ぜひ皆さん9位に入っていただいたら20日から私と一緒にギルドバトルに参加することができるので、私もね、あの積極的にできる日は絶対にギルドバトルしようと思ってるので、一緒に CM 目指して頑張りましょう頑張ってくれると嬉しいです。レター投げとくや、ありがとうございます。すごく助かります。私があの皆さんを引っ張っていくくらい強くなるので、ぜひ皆さん一緒に頑張りましょう。あと2分あるからちょっと話そうかな。ドボン当たりたい、頑張る。私もね、あのいっぱいするようにやるから頼もしい。もうどうなんだろう、私どれくらい強くなれたか全然わかんないんだけど、レターは明日でも投げれる。どうなんですか皆さん、私明日投げれるんですか。でもね、ガチャの期間が2月までみたいななってたから投げれるかもしれない。昨日のお話会の枚数じゃ足りないってなったから、2月分渡して早く話したい。ありがとう。みんなとね本当に話せるの楽しみにしとくんで、2月12日は可愛いお格好でお待ちしております。それより先に来週の1月21日、あ22だったっけ、先なので、そっちはちゃんともうね、衣装って衣装じゃないけど私服決めてあるから、皆さん楽しみにしててください。29分だ。ドライブ参加しようかな。ぜひぜひひでりんごさん一緒に頑張りましょう。私 CM 目指して頑張りたいです。だから一緒に頑張ってくれると、皆さんも頑張ってくれるとすごい嬉しいです。お話し会追加してきます。皆さん本当にありがとうございます。では30分になったので、配信も見に来てくださってありがとうございました。では明日の一見でお会いしましょう。21時半からドボンタイムします。ではメール待っててください。おやすみなさい。